警察官というのはこれシビリアンですよね、はい、でもイスラエルの論理は警察官イコール自治政府の人間だからハマスだと、でハマスだったら誰でも殺していいというそういう考え方なわけですね、あるいはハマスの幹部であればもうみんなテロリストだと、うん、戦闘員だと、うん、で同じ論理に立てばね、うん、あのイスラエルもそして日本の主流のマスメディアも、うん、そのガザからハマースがロケット弾で、そのイスラエルの市街地を攻撃するということを戦争犯罪だと言っていますけれども、イスラエルと同じ論理に立てばね、うん、だってイスラエル の, あの国民ユダヤ系の国民って国民開閉制ですし、うん、今予備役、うん、6万とかいう数の予備役が招集されて、はい、つまり電話一本で彼らは、うん、あの兵士になるわけです。つまりそのイスラエルの国民に関しては戦闘員と非戦闘員の区別はないということになるわけですよね、うんうん、だからそこにあの一瞬でもその戦闘員がいたらもうそこは軍事施設とみなして攻撃していいということになったら、うん、イスラエル の, その民間の民家というのは民家であっても攻撃していいという論理が成り立つはずなんです、うんうん、だからもしそのイスラエル側の攻撃をねそういう論理で是とするのであれば、うん、ハマースのそれだっていいということになる、うん、なるほど、うん、一方的なんですね。とにかくもう、ね、そうですね、あのそのハマースをテロリストというんだったらイスラエルだってもうテロ国家ですよね、うん、でもう一つ言わなければいけないのは、うん、その占領地なんです。ここは占領されている、うんうんうん、で占領下 の,、ね、あの人民衆のですね、うん、あの占領軍に対する武装闘争というのはこれは国際的に抵抗権と正当な抵抗権として見なされているわけ で,、うん、でそうだとするならばあのこれですからあのレバノンのヒズボラもそうですね、あのレバノンが占領イスラエルに占領されていて、うん、そのイスラエルの占領から解放されるために彼らは武力闘争をしていたわけで武装闘争をしていたわけでハマースだってそうなわけです。だから軍事部門を持っているからというだけで彼らをテロリストって呼ぶことはできないわけですよね。だこれは非常にあのガザが占領地である、うん、そして国際法上占領下民衆の武装闘争は抵抗正当な抵抗権であるという、うんうん、そういう文脈を全く無視したことになりますよね、うん、ナチ占領下におけるレジスタンスっていうのは成り立たないような話成り立たないです。そうですことですよね。そうです。でしかもこれオスロ合意によってここはパレスチナ国家であるということを一旦は少なくともイスラエル政府も承認したはずなんだから、ここはパレスチナ政府パレスチナの人民の元の領土であるはずなのに、 そ, うです。でそれをもう封鎖してって、うん、で占領を続けている、そのことの非難しないでですね、うん、あのハマースを一方的に悪者テロリストであるかのように言う論調というのはこれは非常にイスラエル寄りの論調だと言わざるを得ないですね、うんうん、そうですね。でか、まあまあ、理屈が全く通らないというかめちゃくちゃな理屈ですね。そうです。だからもう占領されてるんだ、あの国際法上違法な封鎖の集団懲罰と違法な封鎖が続いているんだというような、うんうんうん、そういう文脈を全く抜きにして そ,、ね、そしてハマースがそのロケット弾で攻撃をする、それ以前にイスラエルがもうたくさんその空爆して挑発をしているっていうそこの部分が全く詐称されて、うんうんうん、まずハマースのロケット弾攻撃ありきで全て話が始まっている、うんうん、